1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタートしました。角からですが、ちょっとこれは早いスタートが出ています。早いスタートがありまして、1周1マークとなります。ファンの皆様にお知らせいたします。4番井出はフライング、変換欠場でございます。4番井出はフライング、変換欠場でございます。4番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、6番、5番の体系。さあ、見ました。6号艇少し凹んでいます。後の号艇はほぼ並んでるでしょうか。スリット後、覗き関連なのは2号艇中村。まず1号艇が先制、2号艇は差し構えの中村ですが、1号艇、2号艇、逃げ差し争い、スタートは前提正常でした。1号艇の脇、2号艇、中村差し入ってるんでしょうか。さあ、手先がちくんから2号艇、1号艇、並走と変わってきました。3番手が3号艇、西田。そのうち6号艇、橋田。後方5号艇、4号艇です。1周2マークは2号艇中村が先に行って差し返せるか、1号艇の山川美幸、差し押しを狙っていきます。2号艇、1号艇、トップ争い続いています。若干5号艇、2号艇が膨らんでいます。そして1号艇が内から合わせていくところ。そして後方では5号艇にアクシデント発生、5号艇転覆失格となっています。さあ、トップ並走のままレーサー2周1マーク。今度は1号艇山川が先に行って2号艇の中村差し構えとなっていきますが、少し引き波をなぞりました。これ単独トップ1号艇山川、続いて2号艇の中村、3番手は3号艇の西田、上位は1番2番3番、その後ろ6番4番です。この後2周2マークには自己艇レスキュー艇がいます。各艇その外を回っていきます。このレース5号艇1周2マークアクシデント転覆で失格と判定されております。1番、2番、3番、4番、6番、アウトが5番です。スタートしました。2コース2号艇沢崎、そして4コース4号艇武田真一が好スタート。そのまま1周の1マーク、2コースから2リル2号艇沢崎にインから1号艇徳増が抵抗したか、内をついて3号艇古川、そして4号艇武田、6号艇富山、2号艇沢崎は落水か。なおスタートは正常です。1周の2マークの旋回、1号艇徳増秀樹から回っていきます。2番手で6号艇の富山博之です。握っていく3号艇古川、上位1番6番3番、ここでお知らせいたします。2号艇沢崎優也は失格、2番は失格となっています。1番、2番、3番、5番、4番、6番です。スタートしました。5号艇の村田、わずかに好スタートを切っています。逃げ体勢を作ります。1号艇の山崎、さすか2号艇の川上にまくり出そうとする3号艇の隅や、外に行ったのは5号艇の村田です。先頭1号艇の山崎に内からへさきがかかっている3号艇の隅や、3番手5号艇の村田、後方2号艇の川上、4号艇の田中、なお6号艇中野にアクシデントがあります。スタートは正常でした。内から3号艇の角谷、1号艇の山崎に3番手争い、2号艇の川上と5号艇の村田が並んでいます。なおお知らせいたします。6号艇中野浩二は転覆のため失格です。6号艇中野浩二、転覆のため失格となっています。ボートレーサー尼崎第20回放置ローズカップ争奪戦シリーズ初日の戦いです。これより第4レース予選競争の開始です。なおお客様方にお知らせいたします。この第4レース出走予定でした3号艇金山律希は死傷病のため欠勝、従いましてこの第4レースは3号艇を除く5走立てで行われます。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番スタートしました。わずかにダッシュで優勢か。4号艇、5号艇、6号艇、1マークへと向かいます。インからしかし1号艇村上康介が先手を取ってくる。4号艇白髪がまくり出しを狙う、内がくるっと3号艇佐藤龍太郎でありますが、1号艇村上を捉えるか。内側から接近するのは4号艇白髪優でありますが、なおスタートは正常です。後方一定演奏状態か。目下のところ1番、4番、3番の体勢2マークです。3号艇佐藤龍太郎が3番手から思い切って握っていくが、
4号艇白川が2番手をキープ、143の状態です。なお1マーク付近でエンスト状態、内側構想ということになります。構想指示灯が点灯いたしまして内側構想ということになります。1番4番3番で2周1マークからバックストレッチに入ります。なお、お知らせいたします。2号艇は失格となりました。2号艇山口歌は失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。9レーススタートしました。スロー3艇、コースタートは1号艇、2号艇、3号艇、0台スタート決めた1号艇、コールが逃げ体制、2号艇、マトリはさす、全ては3号艇のため元で、展開について5号艇の福田で向こう正面に入りました。ここは踏ん張って残したセットを1号艇のコール、差し伸びてくるは2号艇のマトリ、3番手、5号艇の福田です。一緒にコーナーの世界スタートを推奨、差し伸びたトップ世界2号艇のマトリ、1号艇のコーナーは差しに構える、2って5号艇の福田切り込んで内を作って3号艇のコーナーホームに帰りました。後方1って5号艇アクシェン達成となって、先頭は2号艇マトリ、2番手1号艇コーナーです。ここでお知らせいたします。5号艇福田翔吾一緒にマークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートのさスロー、これはどうだ、スロー3名早いんですが角の4号艇の中もかなり際どいタイミング、現在スタート審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。スローの3名早いんですが4角4号艇中どうでしょう、かなり際どいタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中です。ここでお知らせいたします。1号艇井上忠政、2号艇吉田亮太郎、3号艇川崎智成、そして4号艇中亮太、以上4名フライング返還欠場となりました。1号艇2号艇3号艇4号艇以上4名フライング返還欠場です。従いまして1番2番3番4番に関する投票権すべて返還となります。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。またこのカードにつきましては3連単、3連複、2連複、各連複、そして副賞式不成立です。大切に大切にお持ちくださいませ。アウト。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。あまり差はないんですが4号艇の佐竹がトップスタート、内に寄せそうですが止められていく、陰線先前1号艇に3号艇の前は塞がって、内から2号艇間を割って5号艇でバック側に入ります。先前1号艇の松田少し膨らんで刺した2号艇の阿部が上がってきました。2番1番トップ争い、その後ろは4番5番3番6番が追走。さあ4号艇がぐんぐんやってきますが前を抑え込んでいく、しかし4号艇が先に回る、握り込んでいったのが2号艇かわして回った、1号艇の松田でホーム側へ、スタートは正常。さあ一定アクセントが後方で発生しました。スタートは正常で1号艇の松田の外側に2号艇の阿部、その後ろに5番と4番が3番手争い、まずトップ争いは1号艇松田がコーナー先取っていく、差し返す2号艇ですがここは届かずに先頭は1号艇の松田です。お知らせいたします。6号艇の藤井直人ですが一瞬の2マークで出たところでアクセント失格となってしまいました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。内寄りに好スタートです。1号艇2号艇覗いたスタート、1立ちマーク2確定向かっていく、先前する1号艇差しとハンドル、2号艇握っていった3号艇間を割っていく5号艇、ブギはついて4号艇でバック側に入っていますが、さあここは逃げています。先頭は1号艇上田太一、しかしリードは一定四半、すぐ後ろに4号艇佐々木の外側には2号艇池本、後ろは3番5番6番と3艇固まっています。スタートは正常、2マークトップで1号艇切り返して潜り込んできた3号艇、握ってかわす4号艇とぶつかって打ち相手6号艇号艇と2号艇も殺到し、2番手大混戦、内から2番6番3番4番と
並んでいます。一方先頭は御殿新前1号艇の上田、日茶火星が大混戦で、これから2周の1マークは最内から2号艇池本、握っていった4号艇の佐々木、ぐるっと6号艇、そして3号艇はバランスを崩しましたアクセント、バック側に入って2番手は2号艇の池本一歩前、3番手は4号艇佐々木雄生も、すぐ後ろに迫ってきているのは6号艇の瀬川、これから2周の2マーク、トップで1号艇上田、2番手は2号艇池本、3着争いは内から6号艇に握り込んでいった4号艇ホーム側に帰ってきます。お知らせいたします。3号艇吉川は今日は1マークでアクセント失格となってしまいました。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしていきました。若干ばらきましたが大きな差はないというところで、4コース4号艇相原あたりが覗いてさあまくりに行くかというところ、1号艇インド受け止めようとするんですが、4号艇相原のまくりが決まってくるか、さらには6号艇の森もスーッとここは前を取りに行く、1号艇インドが中後方523、スタートは前提正常でした。6号艇森がわずかに体勢優勢か、4号艇相原が握って攻める、6号艇森受け止めながらトップ守ります。2番手4号艇相原、3番手は1号艇インド、641ただトップと2番手わずか判定審査、追いかける外4号艇相原、うちは6号艇森、2周1マークです。さあ6号艇森に対して4号艇相原がここも外を果敢に攻めてはいきますが、6号艇森トップキープ、2番手4号艇相原、3番手も1号艇インド変わりなく641、3停止くらい離れて4番手に2号艇の富成となっています。後方は5番3番、2周2マークです。6号艇の森がトップで向かいます。2周2マークの旋回、2番手は4号艇の相原、3番手が1号艇のインド、6番4番1番でレースは最終周回へと移ります。4号艇相原が攻めていく展開、そこを捉えたのは6号艇森の走り、トップで最終1マークへ向かいます。2番手が4号艇の相原、3番手は1号艇インド、641最後の向こう上面です。2連単64は 34.7 倍、3連単641 93.4 倍を示しております。6号艇4号艇1号艇の順で最終ターンマーク、6号艇森高弘がトップで最終ターンマークの旋回です。2番手は4号艇の綾原俊明、3番手が1号艇の印藤千秋、641第3レースは間もなくゴールです。後方は5号艇アクシデント模様ですが、1着6番森ゴールイン、2着4番綾原ゴールイン、3着1番印藤ゴールイン、あとは2番3番ゴールイン、5号艇山田は転覆失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第2話レース内側にて好スタート、1号艇と2号艇です。さあ2号艇の長井の方がちょっと前にいますが、まずは1号艇の落合が回る、2号艇の長井2コースからの差し、3号艇の森が握って回ってくる、そして4号艇の前本が2番差しでいい差しで入りました。2番1番を捉えています。スタートは前提正常でした。さあ左右上を完全に捉えて、さらに前を行く4号艇の前本、食い下がる格好で2番と1番です。1周リマーク4号艇の前本が先頭で回りました。そのまま振り切る3停止4停止、2号艇の長井がそれについていって2番手、3番手が水垣、1号艇の落合圭一、そのインコースに迫ってくるは3号艇の森明光、レースは2周目で入っています。2周1マーク先頭4号艇の前本、2番手2号艇の長井、そして3番手は3号艇が先に回りましたが、行かせてからの差しで1号艇の落合圭一、差しは入っていまして今一歩リード、そしてまだ食い下がる3号艇の森明光、一定審査。2周2マーク上位の2艇は4号艇2号艇と回る、そしてここでアクシデントが発生しました。1号艇アクシデントです。3号艇の森脇光が3番手となります。レースはこれから最終周回です。なお1号艇の落合圭一が転覆失格、アクシデントは1号艇の落合圭一転覆のため失格です。